はい、どうもこまるわです。まず最初のコース、絶対に月を触るな。はい、こちらのコースは月を触ってはいけないコースみたいです。あー、なんかモグラが入ってきた。大丈夫かこのモグラ大丈夫かな。で、こっち行って、はい、倒していく。現れたな、月よ。ちょ、待って、勝手に動くな。これ、キノコとかあるかな。あ、来た。で、触るとどうなるんだろう。一回触ってみたいと思います。はい。どうかなった？え？何も変わってなくない？また月出てくるんじゃないの？このままちょっと走ってみるか。もう出てこないのかな？これ、ワンチャンパックンみたいなのが生えてこない。まあ、取ったら、取ったでそのまま行ってみようか。ちょっと待って！これ難しくない？はい、オッケー。で、オッケー。このステージちょっと難しいよね、多分。このブラックパックンが出てこなくなるのかもしれない。さて、月を取らずにここまで戻ってきました。あ、タヌキが出た！これは？オッケー、よし。こんなににこやかな月なのにお前は敵なのか。これどうやって避ければいいの？ジャンプしたらどうなる？オッケー。で、嫌な予感する！危ない！なんかね、風吹いた時に逆風も吹くんだよね、チラッと。だからその辺が難しい。下？ステミタックルみたいなのないよね。どうやって降りるんだろう。切り替えろってことか。これ食らうしかないよね。まあ仕方ない。一旦じゃあ上行ってみようか。あ、なるほど。Pスイッチ踏んでかってことね。一旦月待って、踏んで降ります。じゃあ。え、大丈夫？うわ、これ難しいぞ。ちょっと待って。タイミング難しい。ちょっと取っちゃうよね。このまま行く？いやー、一回死ぬか。さて、戻ってきました。ここがちょっと難しいよね。危ない。ちょっと、なんとか耐えて。よし。ちょっと待って。月が低いんだよな、だいぶ。高い。よし、オッケー。いいハードルだった、今のは。まあ、これ食らっても大丈夫でしょう。もうちょっと耐えてくれ。風がね、逆風が吹くから、そこを避けて。よし。足場は若干あるから、風さえ吹かなければいいんだけど、風きつい。よし。もう行くよ。はい。これどうやって倒すの？ちょっと、月って書いてあるから月取っていい？取るよ。はい。クリア！ありがとうございます。続いてのコース、マリオサバイバルチャレンジ。はい、おそらくマリオが生き残るかどうかできるかっていうのが試されてるコースみたいです。それではやっていきましょうか。これはジャンプすればいいってこと？このままじゃダメだよね。どうやって倒すんだろう。ファイヤーとかないと鍵ゲットできないよね。あ、なるほど。耐えればいいのか。サバイバル、生き残れと。わかりました。敵よりも長く生き残ります。こんなん楽勝でしょ。おい、かかってこいよ。はい、オッケー。はい、オッケー。余裕です。終わり？あ、まだ来たね。全然ちょろいよ、こんなもん。歯車もっとくれないと。あー、いけるね。もうちょっと難しくしてほしいな。あ、ファイヤーね。なるほどね。あ、遅い。あ、ゆっくり。もう弾が止まって見える、こんなゆっくりだったら。オッケー。お、もうセーブか。早いね。結構楽ちんにクリアできるかもしれない。さあ、出てきました。おっと、速さ勝負か。スピードだったら負けないよ。おっと、追いつきそう。もうもはや追いつきそうなんだけど。って言って、あー、ちょっと待って、もう一周しなきゃいけなくなった。時計と逆回転してるね。さあ、来ました。え、何すればいいの。多分右から来るのかな。来たね。まあ、生き残ればいいだけだから楽勝でしょう。やっぱこういうの無人島とか体験してる人だったら余裕なのかな。生き残ってきたっていうサバイバル履歴があるもんね。これ大丈夫なのかな。今の当たってた。こっち行って。これ多分キラーが動くよ。お、お金が降ってきた。ありがとう。キラー動かないと土管入れないもんね。あ、弾けるんじゃないか。おー、なるほど。めっちゃ楽勝。さあ、来ました。何が起こるんだ。あ、ハエみたいな、なんか飛んでる。この辺じゃない？いいね、いい反射角度で、跳ねて襲ってくるから、ちょっと避けると。でも鍵の方行ってて大丈夫でしょう。さあ、かかってこい。お、何が起こるんだ。上に行くのか。あ、帰っていった。あいつらも生命を宿してたのかもしれない。これは避けて、あ、結構余裕じゃない。こっち行って、もう3倍くらいの速度でも大丈夫。この辺ちょっとギリギリ狙っていきたいな。あー、よし。なんかボム兵倒されたんだけど。さあ、来ました。これは、あ、早いパターンと遅いパターンね。はい、避ける。ちょっと楽しいじゃんこれ。なんかさ、これで1個のステージ作ってほしいくらい。もうちょっとなんかいろんなモード作ってほしいな。さあ、出てきた。ボスから生き残れ。なかなか難しそうじゃん。あー、ボスがいる。なぜフラワーを持ってるんだ。お前絶対左のやつじゃないだろ。双子なのか。2体いるね、完全に。
これから避ければいいのか。避けってなんか楽しいよね、意外と。こうやってただ単に倒すだけじゃなくて避けるだけ、延々と避けていく。なんだこれ、変わった。フラワーはちょっと取らないようにしていこう。チビマリオでいく。あえてチビになります。こうやって一回食らって、もう一回食らって、よしかかってこい。これで正々堂々と戦える。ほい、避けて避けて。なんかでもさ、チビの方が体格はちっちゃいから簡単なのかな、こういって。そういうメリットもあるのかもしれない。はい、避ける。オッケー、倒したか。まだあるか。あ、いけるね。フラワー取らずに行くよ。さあ出てきた。クリアって上に書いてあるよ。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、素早く動いて判断屋敷。それではさっさと動いていきましょうか。ちょっと待って、ここなんかあるね。おお、ワンアップ、命ありがとう。行きましょうか。これはジャンプしてジャンプして下る。はい、うわー待って、何秒あるかわかんないな。一回死んでみていい。ここまで行って落ちていくのかな。多分足元がなくなって落ちるんだと思う。なるほど、つまりこのパックンが来る前にクリアしろってことね。それでは行きましょうか。あ、これはこっちか。なるほど、毎回ルールが違うのね。こう行って、まあわざわざここはファイヤー当たらなくてもいいでしょう。こう行って避けて、お、余裕ですよ。これは鍵ゲットしたか。ありがとう。いつの間に鍵ゲットしたんだ。うわー、これ苦手。ちょっと待って、ルールがわかんない。ごめんみんな、ごめん。こうでこうで、やばい、ちょっと待って、これどうやんの。ちょっとたんまん。あ、綺麗な花火。多分 R ボタンかな。こうで、ちょっと逆向いて、逆向いて。はい、で下お願い、下なんとか言って。オッケー、危ない。奇跡的にクリアした。なんか書いてある、セーブありがとう。それでは行きましょうか、次のステージ。さあこれは何が起きる。うわ、わかんないな。火が来て、あー、なるほど、ちょっと隠してるけど判断はできるよと。動体視力訓練だね、こっちと。はいはいはい、上から来た。あー、びっくりした。なんか巨大なものが降ってくるのかと思った。さあ次来ました。おっと、これは走れってことかな。こう行ってこう行って、速くない。ちょっと待って、で切り替えてスピランみたいになってるよ。オッケー、危ない。あー、ちょっと待って、これは危ない。なんか楽しくなってきたね。切り替えて何すればいいんだろう。切り替えて、多分これを2回叩いて間に合うか。間に合った。スター継続じゃない。あ、いった。ラスト取りましょうか、地獄の門番へ。さあレッツゴー。え、走れ。うわ、騙されそう。コイン通りに行ったら騙されるパターンのやつじゃないんだ。早くない？ちょっと待って、ギリギリすぎない？これでジャンプして、この通りに行くよ、この通りに行くよ。はい、ジャンプジャンプ、入れ、危ない。これ絶対間に合わないでしょ。僕わかるよこのパターン。いつもなんかこれで間に合わないパターンだなーって思うもん。わあ、え、あ、ゴールが生えてる。行ってみるよ。はい、クリア、ありがとうございます。